ボーダー理論を理解する。どうもカラフォです。はい、今日はボーダー理論を理解するというテーマでお話ししていきたいなと思います。今日は超基本編です。はい、本当はね一番最初に撮りたかったです。はい、というのも飼ってる人っていうのはみんなこのボーダー理論っていうのを理解しています。で、飼ってない人っていうのはね逆にね、詐欺商品も売ってるか飼ててない人なのか、これどちらかしかないと思います。はいですね。そしてこのボーダー理論全ての台に適用が可能です。勝つための道の全てはこのボーダー理論の理解からスタートしていると言っても過言ではありません。はい、ではボーダー理論のボーダーとは何かという話をしていきたいなと思います。ボーダーっていうのは1000円あたり何回回るかっていうことなんですけど、例えば北斗無双319でいうと 16.8 がボーダーラインと言われています。はい、で 16.8 より下回っていけば、確率通り当たればどんどん弾は減っていくし、で、16.8 より高い台を打ってれば確率通りいけばだんだん弾は増えていくよっていう数字がボーダーと言われています。で 16.8 って言いましたけど、これがどれだけ出玉が多く取れるかとか逆にどれだけ減っちゃうかによってこの 16.8 っていう数字は変わっちゃうんですけど、これはまた次回やりたいなと思ってます。はい、でまたボーダーラインなんですけど、違うのが今10日交換で 16.8 なんですね。これが例えば交換率の違うお店で打つとかだとボーダーの 16.8 っていうのが変わったりします。しかも交換率も違って、例えば持ち玉でどれだけの時間打つのかとか持ち玉でどれだけ短い時間になってしまうのかでもこれはかなり変わってしまうんですけど、これ話がややこしくなっていくのでこれもまた別回でお話ししたいなと思っています。なのでまずは北斗無双だと 16.8 回だと弾がトントンになっていって、それを下回れば基本的にはスペック通り当たっていったら減っていく、でそれ以上回っていったら基本的にはスペック通り当たっていけば増えていくというのだけ覚えてもらえたらいいなと思ってます。はい、で今回は北斗無双を例に出したんですけど、これは全ての台ボーダーラインというのが存在します。はい、でネットで調べればその機種名打ってボーダーラインとかで調べればそのボーダーラインが出てくるので、それを参考にしていただければいいなと思ってます。はい、これ本当はネットって結構ボーダーラインが嘘のこととかあるんですよ。はい、でもそれをやっていくとややこしくなってくるし、またそれは別世界でお話ししていきますけど、一旦はまずはその機種名打ってボーダーラインって検索して、これは何回なんだなと、それを理解することからまず始めていただければなというふうに思います。あとは1000円あたりの回転数をどんどん測っていくだけと、そういうふうになっていきます。はい、で北斗無双で2万円とか打ってですけど19回回ったなというふうになってたら、だいたい機械時給がこの台は1500円ぐらいあるんだなと。はい、21回回ったんだったら機械時給がだいたい2000円ぐらいあるんだなというふうのが分かってきます。はい、これでボーダー理論で大事なのが1日で結果はついてこないです。はい、例えば21回回ったとします。10日のお店でね、はい、だいたい2万円ぐらいですね、10時間打ったらなんですけど、大きく下回る時もあるし、逆に大きく下回っちゃう、特に北斗無双っていうのは荒い台なので時もあります。はい、例えば今日は3万勝った、次の日6万勝った、次の日2万負けた、1万負けたとか、そういう風に感じになっていくんですけど、それも気にしないで、はい、でもただ長く打てば打つほど確率っていうのはだんだん収束してくるので、もう1日単位で大負けすることもあるし大勝ちすることもあるんですけど、だんだん打っていけばその自分が打った期待値っていうんですかね、期待値通りになっていきます。はい、これを理解することがボーダー理論です。ということでね、1日単位で大きくね変動していくんですけど、これがね例えば1ヶ月とか1年とか長く打っていくとだんだん収束していきます。はい、断言しますけどパチンコでより他の人よりたくさん当てるとかそういうことはもう不可能って言い切ります。はい、例えば設定付きパチンコだとか、旋風各辺を狙うだとか右打ちランプを狙うとかそういうことだったらありますけど、それ以外のそういうのついてない台で他の人に多く当てようとかの無理です。コントロールできない部分です。はい、なのでボーダー理論を理解して1日単位で一喜一憂せず長期間的に勝ちを目指しましょうよっていうのがボーダー理論です。はい、ということで今日お話ししたことをまとめたいなと思います。はい、
まず、まあ、ボーダー理論を理解するというテーマでお話ししました。1、ボーダー理論を理解することはパチンコで勝つための始まりであり全てである、もう断言します。はい、2、打つ前にこの台のボーダーラインはいくつかとネットで調べると、機種名を入れてボーダーラインと打てば出てきます。はい、まあね、ちょっと誤差あることが多々あるんですけど、まあまずはそれでいいと思います。はい、それはまた別回で話します。はい、3、1000円あたりの回転数を測る、これ大事です。はい、例えばまあね、まあ5万円分を測れたとしたら、ある50して、この台のポテンシャルはどれくらいなんだというのを測れるようにしてください。はい、です。4、最後、1日くらいで結果がその通りになるわけがない。ボーダーを越す台をひたすら打って、結果よりも過程を大事にしようと。はい、これ大事ですね。もう1日でもう10万勝ったりとか、もう5万負けたりとか、もう感情をね浮き立つものですけど、相手は機械なんでね、もうどうしようもないです。自分がコントロールできるのは回る台を探して回る台を打つ、それしかないので、はい、それを信じて打っていってください。はい、そんな感じです。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、皆さんなんかこういうテーマをやってほしいとかね、あればコメントいただけたらな、いいなと思ってます。はい、そんな感じです。今日もありがとうございます。じゃあ失礼します。